ロッテ球団社長、コスティング容認について説明。ロッテの高坂俊介球団社長が19日、千葉市内のホテルで開催された千葉県内経済界による講演会、カモメ会の会員の集いに出席、佐々木朗希投手のコスティングシステムによるメジャー挑戦について説明した。高坂社長は今季の応援について感謝し、地域の方々と何としても優勝の喜びを分かち合いたい、そういう思いでチーム作りに取り組んでおりますと強調。さらに、この話にも触れておかなければいけないとし、佐々木のメジャー挑戦を容認することになったことを改めて報告。多くのファンの方々、地域の方々は、彼と共にリーグ優勝の喜びを分かち合い、その上でメジャーリーグに挑戦する彼を送り出したい、そういう思いを持たれていた方が多くいらっしゃると思います。そのような流れにならなかったことは、球団として申し訳なく思っておりますと謝罪した。球団として入団時から佐々木と話し合い、球団として検討し、様々な影響も考慮した上で、今回の容認に至ったと説明し、ぜひ彼には千葉ロッテ出身の選手として、来季以降メジャーリーグで大きく羽ばたいてほしいと思っておりますとエールを送った。言えないことがあるだろうから察しましょう。もう朗希ネタはおしまいで。地元後援団体って無理やりチケット買わせてる下請けやろ。認めたなら、あまり多くを語らない方がいい。石川と大山、取ったら許したるわい。自己保身の言い訳いいから、さっさと辞任しろ。説明になってないな。なんか活躍できないと思いますよ。野球の神様が許さないと思いますしね。ロッテマリーンズを踏み台くらいでしょ。まあ、来年結果出なかったらフロント掃除職の覚悟でやってください。大した補強なしとか許さないんで。6チームしかないんだから優勝してください。まともに50年くらい優勝していないですよ。来年大丈夫ですか？なんかもう、抽象的な表現で政治家みたいにお茶濁してますね。説明責任果たしてませんよ。これは説明ではなく、ただの報告です。